それではただいまよりオズアカデミー認定無差別級選手権試合を行います。軍団正規軍のアノー沙織、そのヒールデビューは強烈だった。一昨年の横浜分隊、アノー沙織出ておいで。桜花に促され真っ黒なコスチュームに身を包んで登場すると、それまでの正統派なイメージから一転、容赦なく虫を振り下ろし、ダークサイド全開の姿を見せつけた。それからおよそ1年半、正規軍の一員として活躍し、ユキヒとのタッグでベルトも手にしたアノーに、今年2月、大チャンスが訪れた。なあ、アノー、お前とイカムシングでやってねえよな。タイトルマッチやるか。無差別級チャンピオンの尾崎が次の挑戦者としてアノーを指名したのだ。正規軍のメンバーはこれまで加入前に尾崎とシングルマッチを行っていたが、アノーとは戦わなかった。初の対決をタイトルマッチにしようというのだ。その挑戦受けさせていただきますよ。試合は4月に行われる予定だったが、新型コロナウイルスの影響で中止に。興行が再開した7月の新宿フェイス大会で、アノーは改めてベルトへの思いを尾崎にぶつけた。おい尾崎、尾崎の巻いてるベルトが欲しい。横浜文化体育館大会で挑戦させる。横浜分隊でやる意味分かってる。この私とタイトルマッチメインでできんのかよ。そんな覚悟お前にあんのかよ。ねえだろ。これか、あんに決まってんだろ。やってやるよ。アノーの成長を認めたからこそ、横浜分隊というビッグマッチでの挑戦を受け入れた尾崎。アノー、自分を導いてくれた尾崎を超えられるのか。消えゆくプロレスの聖地でのオズアカデミーラストファイト、無差別級選手権試合開戦。ザ・ウィザード・オブ・オズ、オズアカデミー認定無差別級選手権試合、まずはじめに赤コーナーより挑戦者正規軍アノー沙織入場。外は灼熱の横浜文化体育館はいよいよ佳境。オズアカデミー分隊ファイナルのラストマッチ、クライマックスへと誘います。正規軍アノー沙織、下克上の夏。人には運命を変える瞬間がある。遡ること3年前、2017年、アノーは初めてオズの分隊の第一試合に出場。その大会で見た尾崎の勇姿、正規軍の入場を見て、
かっこよすぎて泣いたと言います。あの時に決まったアノーの運命、その1年後には正規軍に加入、去年の分隊はセミファイナルでタッグ選手権、そして今年の分隊、運命はアノーを分隊メインに導きました。しかもその相手は尾崎真由美。ここに立つのが運命であるならば、もうやるしかない、超えるしかない。チャレンジャー、アノー沙織の入場です。その澄んだ瞳に映るのは飽くなきオズでの野望、そして瞳の奥に野心の光が宿っています。尾崎に憧れ、正規軍を愛するがゆえ、尾崎を超えようとするアノー。苦しい戦いは百も承知、しかし引き返しはしない。これが自分が選んだ道だから。正規軍に入ったあの夏から2年、苦労をまとって自分を見つけた。そして今宵、尾崎真由美を超えて初めてあの沙織は完成する。運命のリングにあのが立ちました。続きまして、青コーナーよりチャンピオン正規軍、尾崎真由美入場。この場所にはたくさんの思い出がある。オズの激闘の歴史、そのページをめくれば必ず横浜分隊の存在があった。オズも尾崎もこの場所があったからこそ今がある。その聖地で最後の戦い、対角線には自分が見出したあの沙織が立っています。単なる同門対決にするつもりは毛頭ありません。リングの中に戦いがなければ今日ここでやる意味はない。アノーよ、今夜お前は知ることになる。命を削り戦いに生きてきた私の本当の怖さを。通い慣れたこの道に尾崎が登場。今のアノーはつまらないと一刀両断。本当の怖さを知らぬ者は最強にはなれない。今宵アノーに屈辱を教える。強くあれ、それが正規軍の掟。この戦いに生ぬるい結末はありえない。オズの聖地でのラストファイト、今日もここで尾崎真由美は強く生きる。試合の前に尾崎真由美選手には有限会社ハリマ代表取締役ハリマ俊幸様より激励賞が贈呈されます。オズアカデミー無差別級選手権、時間無制限一本勝負です。オズアカデミーラスト分隊のメインは尾崎対アノーの無差別級選手権、王者尾崎は3度目の防衛戦となります。チャレンジャーのアノーは初挑戦、初体感を狙います。続きましてチャンピオンベルトの返還です。さて、ゲスト尾崎選手です。いよいよこの時がやってきました。どんな気持ちで上がりましたか？何も考えてない。もうここまで来るともう何も考えずに。考えない ね、うん、最後のこの分隊の話というのはいかがでしたか？なんかね、試合前はそれはねあんまりなかったな。そうですか。それでは本日のメインイベント、ザ・ウィザード・オブ・オズ、オズアカデミー認定無差別級選手権試合シングルマッチ、時間無制限一本勝負。赤コーナー挑戦者、正規軍121パウンド、アノー・サオリ。挑戦者アノー・サオリ。おっと、なんと白、覚悟の白で立ち向かっていきます。赤コーナー第23代チャンピオン、正規軍125パウンド、尾崎真由美。女王尾崎、その生きる姿に迷いはありません。なんとあのは純白のコスチューム、正規軍の黒とは真逆の白装束、覚悟の白であります。対する尾崎の方は真紅のコスチューム。さ
さあこの白で来ましたけれども尾崎選手、うん、これは阿能の心意気でしょうかね。 なんか思うことがあって白を着てきたんだろうね。そうですね。そして尾崎選手は今日は赤ですけれども、うん、これどんな思いがあったんですか。これはね、なんだろう、尾崎真由美個人として、まあ正規はもちろんだけど尾崎真由美個人として戦いたいっていうのもあって。ああそうですか、うん、なるほど。ということはもうこれは正規軍の戦いというよりは尾崎と阿能その個人の戦いと言えそうであります。さあゴングが鳴りました。お互いに動かずに静かに睨み合っております。そして今詰め寄っていったチャンピオンの尾崎が阿能を睨みつける。2人が額を合わせます。おっと張り手、いきなり張り手を食らわせていきました。チャレンジャーの阿能もう一発、しかし尾崎は前に出ます。あ、首を絞める。ちょっと異様な立ち上がりになりましたね。ないねってなんだろう。おっと張り返しました。尾崎のおっと往復ビンタ、そして小刻みな膝蹴りです。この試合がどういう試合か、ちょっと今の張り手で何かね予感めいたものを感じたんですが、なんかなんだろう、張り手すりゃいいと思ってるような気がして、あの選手の方が、ああそうですか。おっとシットダウンサンダーファイヤーパワーボム、いきなり大技を仕掛けていきました。だからそれ以上でした。なるほど。おっと早くも尾崎選手のセコンドでありますポーリスが入ってきました。正規軍今日は予告通り全メンバーが尾崎サイドについています。砂部も入ってきた。ご覧のように完全にこれは5対1という状況。まあこれはまさに尾崎選手洗礼ですね。そうだね、まあ、この状況で何かを見せてみろという正規軍流の愛の鞭。おー、椅子攻撃、座面が抜けました。さらに尾崎も行きます。やっぱり自分がやらなきゃ分かんないわけよね。これが正規軍だとポリスが言いましたが、自分がやられてやる方も勉強していくもの。阿能はそれを知らないまんまさ正規軍に入っちゃってる。まあ大岡選手も幸選手もそれを経験して今があるわけですからね。しかしそれが愛と呼ぶには、愛の虫というにはあまりにも厳しい攻撃です。阿能が場外に今落ちています。待ち構える正規軍の面々、おっとポリスが不敵な笑みを浮かべています。ちょっといつも以上に興奮してますね。よく叫ぶなと思って。阿能が、おっと額が割れました。鮮血が滴り落ちています。先ほどの椅子攻撃で阿能が流血。おっとポリスが動き出した。すごい攻撃、場外フェンスに叩きつけていく。こういう時のポリスはもうやばいですね。生き生きしてるよ、危険極まりないポリス、完全にスイッチが入っています。阿能の真っ白のコスチュームがあっという間に生きて染まっていきます。おっと、見ようにもやってる。もうちょっともう誰にも止められませんポリス。ご覧のように激しい流血、リングに戻しました。リング上は依然として5対1。おっと阿能をロープに貼り付けて尾崎と奥が蹂躙していきます。おっとこれはおびただしい出血です。ポリスが
椅子を持って構えています。ホイップしてモリスが椅子攻撃。まさに公開処刑といった感じになっております。でもこんなのいつもやってんじゃねえ。まあそうですね、うん、ただまあこのタイトルマッチは初めてのタイトルマッチというだけでなく初対決なんですよね。そう、もうタッグでも何にも当たってないからさ、ということはこの尾崎真由美のこの怖さを体感するのも、まあ、これが初めてというふうにも言えそうです。あっとアドが悶絶する。椅子の上に叩きつけられた。もともとは4月の後楽園大会でやるはずのこのカードでしたが、コロナ禍で流れこの横浜分隊でタイトルマッチが組まれました。なんか結果分隊で良かった気がする。どうですか、多分4月にやったらここまでひどい試合、ひどいっていうか、だって、自粛明けのアノを見て、私はこれじゃダメだと思ったわけだから、もし4月にやってたらね、また全然違う試合になってたと思う。ここまでの試合にはなれなかったんですかね。まあ戦前尾崎選手はアノに対して、まあ、今のアノは個性がない、つまらないというふうに辛辣なコメントを出していました。ぶっちゃけ4月の時点ではそこまでは気づかなかった。そうですか。4ヶ月の自粛明けのあのを見てもう愕然としたというか。どんなところが特に気になりましたか。なんかもうただ、正規軍を勘違いしてるというか、ただ無知を持ってお客さんにこうアピールしてお客さんを茶化して、それがもう正規軍だと思ってるとしか映らなかったわけ。試合ができて狂気を持ってのヒールなわけだから、中身がないじゃん。そんなただ無知持ってお客さんキャキャやってるだけのヒールなんてさ、まあ、いわゆる戦いという部分ですよね。そうそうそう、もう試合ができて実力があって悪いことができると思ってるから私は。まあ、正規軍はアノにとってこう自分を変えてくれたという、まあ、大事な軍団ですけれども、まあ、それゆえにちょっと落ち着いてしまったというところがありましたかね。そう、オオにしたって雪姫にしたって実力あんだから。そうですね、いや狂気持たないで試合しろったら全然できてるし、トップ張ってるしさ、はい、でもアノにはそれがないわけ。まあそういう意味ではそれを、まあ、体で教え込もうというところですよね、まあ、オオカも雪姫もこの厳しい戦いを経験しています。オオカはその時のことを殺されると思ったというふうに振り返りました。そして雪姫も、このポリスの攻撃を受けて追放されるのかと思ったというふうに言っていましたよね。そう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 、あの味方なのにやらせたからね、雪姫なんて。まあでもある意味これを超えれば怖いものはなくなるかもしれませんね。そうだね、さあその洗礼を受けている、あーっと公主系、首にチェーンを巻きつけて公主系です。尾崎真由美全く容赦しません。おっと下から足も引っ張られています。タイトルマッチでここまで一方的になるとは誰が予想したでしょうか。アノが耐えています。先ほどから必死に耐えている。アノはやり返しませんね。やり返せらんないでしょう。ちょっと場内が騒然としてきております。これが尾崎の本当の怖さ、正規軍の怖さであります。防戦一方のアノに対してチェーンでオーダーしていきます。ああもうこの白いコスチュームが血で染まっている。またポリスが椅子を持っている。ボディへのパイピス攻撃、さらにラリアット、一回転して花道に飛び出してしまいました。あの公式が続いています。顔面を真っ赤に染めたあの沙織。お花道、大岡が走っていく。ビッグブーツ顔面、
これは正規軍のいわゆる一つの儀式。この大鴨幸妃もそれを体験して経験して強くなりました。早いな、駆け足走んの早いな。10分経過、ここまでは一方的なチャンピオンペースです。アノーは4回目のオズアカデミー分隊出場、2018年の分隊で正規軍に入りました。正規軍に入って間もなく2年が経ちます。まあ、彼女は思えば尾崎選手がどうしても欲しくて取りに行った選手ですよね。そうそう、まあ、アクトレスガールズにまで出向いてこの獲得した選手でもあります。ただ、まあ、この正規軍に入っての2年で、尾崎選手の思うような選手にはなっていないという。そうだね。アノーは初めてオズの分隊に出た2017年は第1試合でした。その時正規軍の勇姿を見て、おっと、ここで反撃に転じるか。おっと、これも同士打ち。アノーがうまく同士打ちを誘っている。ジャンピングにも誤爆。ようやく反撃開始です。アノーがチャンスを迎えた。走り込んで、おっと、顔面を蹴っていきました、ビッグブーツ。ただ体力がどれほど残っているか。ミサイルキック。しかし尾崎がすぐ立ち上がります。すぐにやり返す。アノーもやり返します。しかし尾崎も厳しいエルボーを放っていく。胸板にフォアーム、エルボー連打。そして尾崎が、おっと、トップロープに上がりました。トップロープから何があるか。お、ローリングセント。足だった。足に行きましたね。ローリングセントンで銃を待っていった尾崎。いや、一瞬反撃しましたが、すぐその反撃の面を積んでいきましたね。そうね、中途半端なことは許さない。なるほど。おっと、バックフィリップ、そのままカウントが進みますが、おっと、下からアノーが反撃しています。関節技に行こうというところ、すかさずポリスが飛び込んでくる。ナイス。いや、ポリスの出てくるタイミングっていうのは絶妙ですね。絶妙だよ。もう長年この尾崎のピンチを救ってきたポリス。ああ、また5対1になっています。ダブルのトラースキックを浴びる。そして尾崎の裏剣カバーに行く。しかしスリーを入れさせません。尾崎まだやり足りない、そういったアピールです。ああ、裏剣、気持ちのこもった裏剣。これはまだ終わらせないというですか。まだ痛分ないとね。でもあのはここが正念場ですよね。さあ、カウントが進む。あのはこの尾崎戦について悔しいんだと、あなたの上に行きたいんだというふうに尾崎選手に言い放ちました。しかしもう完全に虫の息です。ちょっと場内がまた騒然としています。アノーはこの状態、もうほとんど虫の息という状態であります。それでも尾崎はまだ身構えている。アノーが
越えた。あっと、ミオが足をかけました。まあ、ミオレフリーも尾崎サイドということですね。ごめんって言いながらやせでも。さあ、切り返しましたが、あの着地にちょっと失敗した。そこ尾崎がついていきます。あのが体ごとぶつかっていく。そして顔面のビッグブーツ。尾崎が場外に転げ落ちました。それを見た阿藤がおっと飛んでいくのか。あー、ポリスが邪魔をします。おっと、ポリスを蹴散らしました。ポリスを蹴散らして阿藤が飛んだ。阿藤が正規軍を一網打尽のプランチャー。試合は15分が経過です。オズアカデミー無差別級選手権チャンピオン尾崎真由美3度目の防衛戦は凄惨な展開になっています。阿藤も必死にこの尾崎に食い下がっていく。自らのボスである尾崎に牙を向いていく。ミサイルキック。阿藤が反撃してきましたけれども、この時はいかがでしたか。でもなんかほら、危ないとこまでまだ行ってないね。そうですね。逆にアノはこのワンチャンスを生かしたい。おっと、絡みついていきます。腕を取っていく。下から三角締めにいっているか。足で首を絞めています。頸動脈のあたり。さらに腕を取っています。ご覧のように変形の三角締め。関節技を出してきました。しかし尾崎はエスケープしています。あのはこの流れ続けたい。バックに回ります。ジャーマンで投げんとしています。しかし尾崎がエルボーで逃れる。さらに裏剣カウンター、もろに入った。あの肩を上げます。尾崎はこのあの戦、あのが今のままなる余裕というふうに話していました。あっと、テキーラサンライズの体勢。裏剣を連発します。阿藤が再び倒れ込んだ。尾崎選手、まあ、この試合余裕というふうに話してましたけれども、こう阿藤はこう気持ちなのか技なのか、何かこう新しい阿藤を見せないとこの余裕は揺らがないですかね。そうだね。ああ、ここまでよく食らいついていますが、さあ新しい阿藤沙織、それを見せることができるか。まだ見れないね。チャンピオンが余裕です。立ち上がるあの、そこへまたチェーンで裏剣。尾崎があのを見下ろします。ロープへ飛んでいく。おっと、ラウンドハウスキック。阿藤がまたここで反撃。カウントは2です。阿藤の底力盛り返してきました。もう馬取りになって胸板にエルボーを連打します。がむしゃらな阿藤沙織、上から張り手張り手。こういうところは今までなかったんじゃないですか。ないけど手叩いてるな、ババ。ガードの上です、ね。あー、ガードを取れよ。ただ気持ちは前に出ています。おっと、テキーラサンライズを逆に見舞っていこうというあの、おっと、これに尾崎を裏剣張り手。おっと、尾崎が怒りました。
ちょっと怒りに火をつけてしまったか。おっと逆さ押さえ込みからブリッジポテリング。おっとまたポリスがただれ込んできた。今チャンスでしたけどね、あのはね。ポリスが来ないとしてもスリーは入ってます。そうですか。ポリスが、あった、髪の毛をムンズと掴んで分回していきました。20分経過、依然としてあの劣勢です。挑戦者のあのが劣勢、こちらはチャンピオンの尾崎。ポリスが暴れ回っております。荒れ狂っているポリス。ここはちょっとあのは心が折れる瞬間ですよね。もう折れたら終わりでしょ。そうですね。しかしそれでも行く張り手、ポリスに張り手一戦。そして急所蹴り、そしてあっと同士打ちさせました。ドロップとホールド、ポリスが悶絶しています。おっと砂部が入ってくる。そのあっと砂部にもローブロー、ゆきひをジャーマンで投げていく。正規軍メンバーを排除した。しかし尾崎ック、顔面に入った。さらにもう一発、顔面2連発、さらに3発目、いずれも完璧に決まっている。返してきましたね。まあね、ここで返したのは、まあ、褒めてやるかみたいな、うん、ザキック3連発クリア。ただ大きなダメージを負いました。裏剣を予告します。尾崎そろそろ仕留めにかかるか。あの沙織、しかしまだ目が死んでいない。立ち上がってくる、ブロックした。そしておっとローリングネックブリーカー、さらに腕を折りたたんでブリッジした。これは新しい技ですね。これは見たときないね。円形の鎌固め、そしておっと今度は体勢を入れ替えます。尾崎が自分の腕を首に回されて締められています。さあちょっとこれは体勢を入れ替えてこう逃げれないようにしてますね、あのはね。さあ尾崎は苦しくなりました。グラウンドの状態依然として首が締まっています。しかしもう体も離れてるしさ、完全に決まってない、完全には決まってない。あ、ここでまた立て直しました。これねちゃんとやったらねギブアップ取れる技だと思うんで、苦しいし本当に。だけどなんだろう、ただ絞ってるだけと体が離れすぎてんのとさ、こんなグワングワンもないもんね、さあ極楽固めの形になりました。相当そのもう体力がねなくなってきているというのもあるでしょうね。だけどここなんだよ勝負どころは。あのそうですね、確かにここはあのにとって大きなチャンスですが、エスケープを許しました。攻めるのにも体力がいりますからね。いや、本当にその体力は前半にかなり奪われております。あの沙織、ただこの気持ちだけ、気持ちがあのを支えています。おっとあのの表情がちょっと厳しいものに変わりました。ストンピングで踏みつけていきます。私だったらここで顔面蹴っ飛ばすね、頭とか。顔面ですか。一個一個は非常になりきれてないんですね。なるほどね。あ、ここもあの返されてしまいました。ちょっとやはり技がつながっていかないですね、あのね。まあ、そこが尾崎選手の非常になりきれていないという部分でしょうか。場内からは大きな手拍子。
横浜文化体育館、オズアカデミーでのラストマッチ。さあ、アノーが粘っています。おっと、髪をつかみ合う。尾崎が凄まじい形相になっています。キャリアの差は29年ある。この2人、年の差は23ある。しかしリングに上がればそんなことは関係ない。おっと、テキーラサンライズの体勢。おっと、アノーが逆さ抑え込み、ポテリング。おっと、それを尾崎が切り返した。カウンター2つ、さらに裏剣。25分が過ぎた。カウントが進む。入りません。ここが尾崎勝負と見たか。尾崎テキーラサンライズ、テキーラサンライズで3カウント。25分30秒、尾崎真由美が粘るアノをねじ伏せました。最後は尾崎真由美殿下の宝刀、テキーラサンライズで V3、 3度目の防衛に成功であります。尾崎選手きっちり3カウント。